はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、車の中からお送りしておりますね。はい、はい、今日はこちらですね、うん、はい、シュピゲンさんからレビューをお送りいただきましたスタイルリング&カーマウントです。はい、こちらはですね、このスマートフォンの後ろにつけるリング、うん、あのよくね、あのパパもつけてるハンカーリングみたいなやつ、ハンカーリングみたいなやつ、ハンカーリングそれだけじゃなくて、このね、カーマウントと言われるこのこっちの部分だね、これこれ、うん、これを車にこうペタンとくっつけると、うん、スマートフォンを車の壁に引っ掛けることができると、おお、そういう代物でございますね、うん、はい、早速じゃあ開けてみましょうか。はい、はい、今日ねちょっと夜撮影してるので暗いのです、申し訳ないけどね、うん、中身と中に入っているのはこのスタイルリングと言われるこのリングの部分だね、うん、スマートフォンの裏にくっつけるものですね、うん、それとこちらがカーマウントですね、うん、思ったよりもちっちゃいね、うん、でこれをこんな感じでこう引っ掛けるわけだ、うん、ね、あと正規品を証明するシリアルナンバー、それと取扱説明書が入っておりましたね、はい、これはね全部英語だね、うん、ああ英語でございます。はい、それでは iPhone につけましょうか、うん、ここにこうつけようかね、うん、車に置くことを考えたら真ん中にやった方がいいんだろうな、うん、真ん中に入りました、うん、はい、これでこんな風に使うわけだね、うん、はい、いいじゃん、うん、これ自体がスタンドにもなるのかな、あ、なるね、なるね、うん、なるなるなる。次はこちらですね、うん、このカーマウントの方、これを貼りましょうか。カーマウントはこの部分に貼りましょうか。いきます。ちょうど斜めになってるからそこに貼ってください。貼った、完了。あ、こんな感じでいいじゃん、うん、はい、そしたら iPhone をじゃあ引っ掛けてみようか。はい、はい、そしたらこうやって次にはこうやれば、あ、それだと縦だね、うん、それを横にしてみてくれる。あ、いいね、うん、あ、ぴったりじゃん、うん、ぴったり。あー、なるほどなるほど、うん、いつでも引っ掛けられるっていうか余裕がありそうだね、うん、全然。あ、ちょっと角度の調整もできた今。あ、うん、できるね、うん、へえ、いいじゃん、いいね、うん、これでつければいいですね。あ、そうそう、そんな感じだね、うん、いいんじゃない、うん、うん、じゃあこれでさ、ちょっと一回車発車してみましょうか。はい、本当に落ちないかどうかちょっと確かめてみたい、うん、はい、じゃあ一回発車してみましょう。おい、あ、全然問題ないね、うん、全く落ちないじゃん、うん、全然大丈夫そうだ。大丈夫だね。ああ、よかったよかった、うん、それでカーマウントのちょっとねテストしてみたいんだけど、うん、今ねこの iPad のラッカーにハンカーリングがついてるんだ、うん、これでハマるかちょっとやってみてくれる。はい、いくかな。ハマんない。ハマんない、うん、あー、はまんないのか、うん、はい、じゃあちょっとね説明書には書いてなかったんだけど、うん、iPad でいけるかやってみましょうか。はい、引っ掛けてみてくれる。引っ掛かるのは引っ掛かるよね、うん、それは問題ないよね、うん、こうなっちゃう、落ちないね、うん、iPad mini だったら問題ないかな。これがいけるんだったらね、うん、とってもいいんだよね、うん、これだったら A ちゃんはねコントローラー持ちながらマイクラがこれできるんだよね、うん、それすごくいいよね、うん、この状態でちょっとね走って落ちないかも実験してみようか、うん、うん、あ、全然大丈夫だね iPad も、うん、いいじゃん、いいじゃん。てか全くブレないでしょ、うん、iPhone より揺れないんじゃない。はい、ということで iPad mini にねつけてみた感じではすごく安定してて良かったですね、うん、ただ特にね推奨してないみたいだからこれはね、うん、完全に自己責任ですね、うん、これでうちやってね iPad 落ちて壊れちゃったらこれはうちの責任ですから、うん、はい、でもすごくいいと思った、うんうん、はい、ということで今回はシュピゲンさんからお送りいただきましたスタイルリング&カーマウントでした。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか、うん、車の中からお送りしましたけれども、しかも夜撮影してるからね、うん、すごく暗くてですね大変だった、いろいろ、うん、しかも暑い暑かったね、うん、はい、ということで今日の動画がですね、もしいいなと思った方はですね高評価ボタンお願いしますね、うん、はい、そしてチャンネル登録をしていただくとマイチャンネルの最新の動画がですね、うん、YouTube のチャンネル登録の一覧に出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、あとコメントもいただけると大変嬉しいですね、うん、はい、ということで今回は以上でございます、うん、バイバーイ、はい。